柔らかいボール、キム・ゴンヒだ、ヘディング戻した、青木フリーだポイントが、ね、今、ね、何箇所かありましたけれども、はい、コントロールは高い位置でボールを奪いました。シャビエルが周囲を見て自ら運んでいきます。ただ鈴木徳馬が戻ります。セレッソ福森、速いボールを送りましたがそのままラインを割ります。その、まあ、パートナーであるね、高峰選手もねちょっと低い位置に、ね、落ちがちで、2ボランチ両方とも、ね、低くなっているって感じも受けますよね。菅野左足、ゴールの右です。チーム合流3週間目です。まだチーム戦術に完全に引き切ったわけではないと本人も話しています。さらにはキム・ゴンヒとともに青木亮太も投入されます。田中俊太、キム・ゴンヒキープした、青木も空いている、その青木、ただいい連携が見られています。さて清武かわしたか、中原巻いた、このパスはカットした。85分が過ぎました。スパチョークからシャビエル、セレッソの選手も必死に戻る。柔らかいボール、キム・ゴンヒだ、ヘディング、来日初ゴールは貴重な同点弾となりました。ガッツポーズ、キム・ゴンヒ、素晴らしい得点が生まれました。諦めずに声を枯らし続けるサポーターの声援に応えたキム・ゴンヒであります。スパチョークもフリーでいます。つなぎました、キム・ゴンヒ、機械がペナルティエリアに迫ります。金子拓郎来た、左足振る、札幌のダイナミックな攻撃が続いています。まあそして1回で終わらずシュートまで行くケースも増えてますからね。清武から、さあラストパス、山田が来る、小前懸命に戻る、打った、弾いた、チームを救ったのは菅野。キム・ゴンヒがコースを塞ぎに行きます。田中俊太が競ります。岡村がつなぎます。アドバンテージを見ました。青木が吠えます。大歓声で後押します。スパチョークに出る、戻した、青木フリーだー、なんと劇的な結末か。ガッツポーズをサポーターに向け何度も何度も作るホームの札幌、2対1、後半のアディショナルタイムでドラムが終わっていました。すごいゲームになりましたね、これはね。すごいですね。おそらく、ね、シュートの時青木選手ゴール見てないと思うんですが、これね相手なのかわからないんですけど、それによって反応できなかったですよね。そしてここでタイムアップ、勝利の輪がコンサドーレのベンチ前にできました。ようやく響いたこの大歓声、大きな拍手。3試合ぶりに勝ち点3、勝ち点31に積み上げたホームのコンサドーレ、一丸で掴んだこの1勝です。いやー劇的でした。